はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は8月18日日曜日、時刻の方は19時48分です。見える？はい、そんなわけでね、A3 プロ、さっきね、N バージョンではないバージョン E っていうように変えたんだけど、なんかどうもね、ちょっとね、やきもきするんで、ちょっとフォーマットしちゃおうかな。分鎮覚悟でちょっとね、やっちゃおうかな。なんか気持ち悪いんでね、やっちゃおう。それで一回中身が何にもないフォーマットをしなきゃならないので、ちょっと待てよ。読み出しの S3 のバージョンどれだ、これか、違うか、A3 の N バージョンの A っていうんだから、これか、これだな。これの読み込みをして、で、ユーザーデータもね、全部消してしまうということになります。一応ね、ツールちょっとね、映せるかな、よいしょ、このように、よいしょ、よいしょ、はい、このようにね、今フラッシュツールがあって、今これ新しいサシドファームがあるんだけど、これをこのままね、これは電源をオフにしないと書き換えができません。で、ここに USB3.0 があって、ここだと認識するんで、で、通常だとね、このツールを起動したら、書き換えるファームウェアをこの真ん中のところで読み込んで、で、データが消えたら困るでしょ？だから一番下のこのユーザーデータってところがあるんだけど、ここのチェックを外すとユーザーデータがフォーマットされないんで、ここだけチェックを外して、それで、ダウンロードをしてから USB を挿すと。ね。そうすると、書き換えがバババババってこうできます。今日さっきもやったんだけどね。で、今ね、この、Android 8.1 の状態で、ちょっとこれをね、じゃあ書き換えようとするとどうなるかというと、これでダウンロードを押すでしょ。で、これで USB の、チェック待ちなんで、USB をこれでね、刺します。はい。そうするとね、ピコーで認識したら赤くなって、で、ほら、ここでね、フォーマット、プリーズセレクト、フォーマットオールって書いてあるね。フォーマットランドダウンロードサイエンス&トライアゲインって書いてあるから、フォーマットしろと。じゃあ、ここのフォーマットでやるのかなと思ったけど、とりあえず、このユーザーデータ、ここもフォーマットでいけるのかどうか、ちょっとテストしてみたいと思います。じゃあ、これでね、もう一回外した状態で、ダウンロードを押して、それから USB を挿します。これで認識していけるかな？あ、やっぱね、エラーが出ました。ということは、Please select format all download science and try again ってなってるので、そういうことなんだね。ということで、この横にフォーマットってのがあるんで、おそらくここでいけるんじゃないかなと思います。で、バリーブディション、わかんないけど、オートフォーマットフラッシュとマニュアルオートフラッシュってあるんだけど、よくわかんないので、とりあえず、わかんねえから、とりあえずこれ外して、で、スタートを押してから、これを押す。はい。そうすると、始まるかな、うん、いけるかな、うん、あ、いった。これでフォーマット OK なの、あ、こんなもんなので、フォーマットしたから、フォーマットしたら、じゃあ、いよいよ、じゃあ、これで書き換え OK かな。じゃあ、フォーマットしたので、じゃあ、これダウンロードをして、これでいければ OK だけど、いけなかったらもう分鎮だからね。よいしょ。あ、まだ今ね、ドライバーソフトウェアインストールしてますね、ちょっと。初期化したからってことかな。
あエラー出ました、出ましたね、エラーが出ました。スタッツダ8周うんちゃらこんちゃらって出てるので、フォーマットして中身がクリアしたんだけども、ちょっとエラーが出ました。ということでちょっともう一回、今ねデバイスを挿してドライバーインストールしてたんだよね、フォーマットしちゃったから、その関係かもしれないので、でも認識しないね、うん、よいしょ、うん、やっぱりエラーが出たので、じゃあここのフォーマットでしょうがねえから、マニュアルフォーマットにして、うん、あ、わかんねえな、ここになっちゃったら難しいな、これはこのチェックは何だろう、わかんねえけど、ちょっと待って、もう一回ちょっとフォーマットしてみよう、もう一回フォーマットしてみる、あ、これ間違えた、よし、順番間違えちゃった、よ、でも認識しないのかな、ということで一回分鎮化し、今フォーマットかけて分鎮になっているので、もう認識しないのか、これがね、一回ストップかけて、よいしょ、これをストップして、もう一回、よいしょ、で、うん、もうハードウェアとして認識ができなくなったようです。ということで、ちょっと待ってよ。こういう場合は一回どうしたらいいんだ？シフティモードか？フォーマット自体ができないので、で、さあ次の一手、一か八かで失敗したので、一か八かで失敗したので、あ、これか、フォーマットオーラーの、あ、これか、これを、あ、ここにあった、フォーマットオールダウンロード、ここをセレクトしてやればよかったってことか。あー、失敗したな。それをやるのか。そっか。バージョンが違うから、フォーマットオール、あー、これをやればよかったってことか。これはちょっとミステイクだったな。あのメッセージはそういう意味だったのか。わあ、もうこれハードウェアで認識しねえからな、困ったな、これね。いや、一回ダウンロードを押して、で、これハードウェアで認識しねえからな、もう、よいしょ、奇跡を起きろ。はい、よいしょ。下来い。あ、ダメだね。ハードウェアで認識しないからダメだね。いやー、ここ、そう、過去にね、一番最初こう見たことあったんだよ。フォーマットオルトダウンロードがあるなーってのね。わー、全部見てからやればよかったな、今思いつきでやっちゃったからな、うん。ということで、今これ認識しないもんね。うん、ねえ。フォーマットオールがいかない。認識しない。これを電源入るのかな。長押しして、あ、電源も入んない。完璧分身だ。あ、完璧分身だ。電源入んない。マジか。で、ちょっとこれケーブル外して、よ、長押し。
あ、行かない。カッピング夢中だ。はい、終わったー。うん、ちょっと待って、今ピコーンって今認識したけど、やっぱエラー2つ、あのフォーマット地味だからね。いや、今一瞬ハードで認識したかなと思ったけど、うん、ダメだったね。いや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 、もう一回奇跡が起きないかな。よいしょ、もう一回、これを外して、ピコーンで、でもう一回ここでダウンロードをして、本来これでやれば一発でいったんだな。これで、よ、さこい。あー、で、今、デリバイスドライバーをインストールしてますになってんだよな。ダメかな、来ないかな。来ないかな、来ないかな、来ないかな。さこい、さこい。来い、来い。来い、来い。メディアティックデータ、USB、うんちゃらこじゃ、で、ここにね、こう、メディアティックで認識してんだけどね、今ね。さこい、さこい。なんとか、復活しろ。さあ、来るんだ。もう一回ピコーンだって。でも、もう一回ピコーンで来るかな。お、来た。さあ、いけるか？ダメか？来い、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 来ないね。来ない。来ない。なんか認識したり外れたりしてるね。いや、うん、一応パソコン上では認識してるんだけど、アプリ上ではダメってことだね。ということで、じゃあね、もともとのツール、フラッシュのツールを今の、もともと今書き換える前のやつにしました。それで、それで、ダウンロードオンリーにして、ダウンロードオンリーにして、あ、ちょっと待ってよ。一回ストップして、このユーザーデータそのままにして、よいしょと。さあ、これで、分身になったらもう一回戻んねえかな。あ、来ねえな。来ないな。ここで認識しないとダメなんだよな。認識でエラーが起きてるのかな、うん、ほら、ねえ。ここのポートじゃないと認識しないんだよ。うん、もう一回来た。ピコンって。やっぱり USB の認識具合かな。一回取って、もう一回ピコン。始まんない。じゃあ、認識しない USB にちょっとさせてみよう。2箇所。いいよ。シャドウだ。ドライバーが正しく入ったけど、どうだ？起床もないね。ということで、ここはストップして、まあ、ここもフォーマットにして、フォーマットアップグレードでやってみようか、今度は。よいしょ。ということで、ダウンロードを押して、よいしょ。来ないね。来ません。
来はこれで来るんだけど来ません。ということで書き換えはできないと。で、まあ、もう一回フォーマットしてみるか。あれ、これも認識じゃないの？ん？これも認識しなくなっちゃった？よいしょ。ペコンって言わなくなったね。ペコンして、ペコンと言わなくなりました、うん、ということで。でもこれ MT6739、 あ、そうか、認識してないってことか今。ということは、よいしょ、じゃあリカバリー、よいしょ、バックアップしてないけどツールでやってみる。でもフォーマットダウンロードしろってあの指示はプルダウンを変えろってだけだったんだね。いや、横にさ、フォーマットってあれがあるからてっきりそれだとばっか思ったんだよ。ここ。弓デジのロムの、これだね。それで、フラッシュツールの、ドライバーで戻し方がね、OTA の回復アップデートってのがあって、で、ダウンロードした ZIP ファイルを電話の内部ストレージに、あ、ちょっと待てよ。おじい、これフォーマットしちゃったからいいじゃん。これ起動しないでしょ。これ起動しないよね。だね、OTA の回復できないじゃん。ちょっと待てよ。よいしょ、犬うるさいな。電源の下と、電源としてはちょっと長押ししてみるね。標準的な、フラッシュサービス、オペレーティングシステム、次のシステム、お使いの携帯電話があるからって言えば、プロテストが特にこれです。MTC で USB 接続しても、フラッシュアプリのダウンロードボタンを押して、フラッシュプレッシュを開始します。これは書き換えだよね。手動定が支度した場合、リカバリーからインストール。携帯電話のマイクロ SD カードか。マイクロ SD カード4ギガ以上がインストールされて終わりますよ。で、アップデートの ZIP ファイルを SD カードにコピーして、で、この中に入れて、で、ブートセレクトモードで再起動するまで音量を上げるか。こっちか。上げるボタンと電源ボタンを押し続けます。で、お使いの携帯電話の電源がすでにオフになっている場合は、約10秒、それより少し短く押します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ということで、ここで起動したいから、やっぱね、バッテリーが残り2、3% でやったのが良くないかもしれないね。ということで、もうここ電気つかないもんね。充電ができなくなっちゃったもんね、これね。ということで、メニューを間違えて分鎮になりました。アップデートを失敗した場合のリカバリーなんだけど、これ、リカバリーできねえじゃん、これ。よいしょ。リカバリーができなくなりましたということで、わあ、もう終わりかな、これ。あそこのフォーマットやった段階で終わりかな。
ね。しょうがないね。うん、はい。ということで、本来の SD 持ってるときは、あそこの、ユーザーを消してもいいで、で、フォーマットで、アップデートが、それを選ぶと、一回中のデータ消去されちゃうけども、Android 8から9にね、アップデートができるはずなんだよ。うん、あの、おじいメニュー間違えちゃったんだよね。本当のフォーマットして、その状態で上書きをしない状態、要は、あの、フォーマットして消去しちゃって書き換えないから、本当にあの何もない状態のメモリになっちゃいました、これね。はい。そういうことで、うん。まあ、ほんの些細な失敗なんだけどね。終わってしまいました。A3、さらばじゃ。パチ取りも使えないからね。これはしょうがないね。うん、はい。ということで、A3 は、おじの A3 は終わりました。さらばじゃ。一番カメラが使える。あの、夢でしちゃったけど、まあ、しょうがないね。まあ、これも運命です。はい、皆さんね、英語をちゃんと翻訳しっかりとやってから、実行に移しましょうという例になりました。参考にしてね、みんな。バイバーイ。またこれで弓手寺のね、作る動画がまた確率減ったね。はい、バイバイ。